あ、いや、これ、キャラ画面で言います。じゃあ、スタートボタンを押して始めてください。さあ、A 番台がですね、アインマン、カイ、ヘブンベラム、コンソメ、ポチョムキン、ホッサ、レオ、ザディ、シン、チーム対、スレイヤー5。スレイヤー5メンバーは、モガ、ナゲ、タカ、エン、ハセ、チームです。さあ、サインポーマゼナ、モガ、スレイヤー。このカラーのスレイヤーを見るだけでトラウマが蘇って嫌ですね。ヘブン俺自らがダークエンジェルになることだみたいな感じになってますね。青文字がスレイヤーのゾンビは復活したんですけど、ソルのゾンビはなぜないんでしょうかね。あんま需要なかったのかもしれませんね。ロイさんだけで確かに。さて、今回のスレイヤー、画面中央でのマイピーが戻ってくる、ピーパイルが戻ってくる、ケイパイルが画面端に張り付きになったということで、コンボにも使えるということで、ね、結構端はえぐいんで、やばいです。今まで以上に端は警戒しないといけません。ただ、ピオリがちょっとなくなってきたところなんで、気絶値、あんま気絶はなくなったんじゃないかなって感じですね。さあ、このブリッツスイルドがこの今回のベノムの天敵となるでしょう。チップと同じ思いですね。さあ、画面欲しい。金 SNS から、まあ、エリアル部分は大して変わってないですが、立ち配パイルが一応つながるようになったという話なんですけども、ちょっと難しいっぽい。だこのブリッツがあるだけでベノム嫌ですよね。こんだけ体力ないのに、ブリッツ一回ポーンと弾かれたらコンボに行かれてしまう。今までちょっと接近キャラのみが、これです。ちょっと待てよ、マジかよ、いいのか、張り付いたと前捨てで拾ってたけどノーマルヒットいいんでしょうか。まあいいんだろうな。もうゴーサイン出たんだからもういいんです。これでもう諦めましょう。やばいです。まあ、KD 捨てですからね、当たる方が悪いと言われたらそこなんですが、あー怖いぞ。わかりやすい。ただやっぱゲージ効率もスレイヤー側やはりゲージをね大事に大事に使っていかないと端で使えないということがありますんでね。さあ、まあそうですね、今までただの、スライドダウンとか張り付きだったらまあ問題はなかったんですけど、今回の壁張り付きイコール、壁やられになりますからね。そういう意味で、拾えるんですね。まあ、ただ立ち回りはあんま変わってないんで、結局のところ、まあなかなかうまいこといかないんじゃないかなとは思います。さあ出てくるのはホッサレオ。まあ、FB ファイルよりひどいってことはないと思いますね。FB ファイル自体は発生がめちゃめちゃ早いんで、ガードさせても問題になるところで、今回全然ガードされた問題ありますからね。さあ、レオ。このキャラクターマジでやばいですね。わからないと一生なんか目の前でシャカシャカ踊られて自分が死にます。やばいです、本当に。俺はもう一試合2ラウンド連続で1位食らいましたからね。ただ構えた間は、エルフェルトと違って、ガードができないみたいなんで、まあ、レオ側も、盾を出したりとかして本当に読み合わなくちゃいけないんで、そういう部分だけ考えればまだ許せるかなってことですかね。許せるかなっていうか、まあレオも結構大変なんやでってことですね。だから転生は結構強いみたいなんで、D ステとかにも ANS とか立ち上げても結構引っ掛けやすそうだなみたいな感じがするんですけど、さあこれめくっていく、これが、3段技ですね。1、2、3、ハイスラー S、 ハイスラーといって波動拳とかつないでいくんですけども、この2段で止めた後に構え継続、そして補正切りみたいな結構見るんですけども、ホッサさんが今やっているのは3段からの、もう一度裏回り、裏回らないかという感じでガン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 いきます。だから展開を知ってはいても、すっげえ早いので、なんだなんだなんだびっくりした、説教だよマジ。本当に展開早いんで、知ってても対処できないことが多々ありますね。だからある程度攻められた時にこれで割り込むっていうのを決めておくといいかもしれませんね。でこのキャラクターはサマーソルトですね、下ため上の昇竜拳持ちですので、めくりなどをやっていても下ため自体は継続されてしまうのでなかなか意味がないということもあります。で2段技の昇竜拳となっていまして、1段目のみが当たった場合は非常にレオ側に有利フレーム、残った状態で置き攻めされてしまうということなので、まあ、できればね綺麗に2段ヒット当たりたいですね。まあ、ダメージで、まあ、取るんで、まあ、どういう風にかさ当てにならないように攻めるかと考えないといけないかもしれません。
さあ構えていく、わっしょい。でこれが SS、 このサマソーなんですけども、端付近まで届くみたいですね。さあ下段下段です。まあそういう暴れに対してもその構えている状態の、おーっと後ろ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 、危ない危ない、おいおいおい、元気ありすぎだろこの王様よさあ3段、3段から飛ばしてから、これめくるかめくらないかってやるみたいですね。多分スライド入力からマシーンと出してめくるかめくらないかタクもあるみたいです。で2段目でめくるもありますね。さあノリノリで攻めていく。で裏に回って下段、しかしコパン、ここら辺がやっぱ王様的にはね、なんだこいつ暴れてんじゃねえよって思ったことなんでしょうね。さあ勝利券で返して落としてから、無理はしない。ここでサモソ、サモソじゃねえ、ソニックブーム、ちょっと今名前後で確認するんで、今はちょっとソニックブーム言わせてくださいまあよくわかんないけど、展開早いから気をつけてねって話でした。はい、じゃあキャラクタービキに飛びまして、これ便利ですね本当に。どうやって見ればいいんだっけ。シンと、レオ、レオはなんだろう、アイゼンシュトルムみたいな感じの名前だった気がする。ですね、グラビエットバーダが、バーダでいいな、アイゼンシュトルムが昇竜拳ですね。カルタス、ゲストゥーバーからエアースト、ツバイト、ドリッド、もうなんだこれ。カル、なんてゲシュ、なんかカルタスゲシュトゥ、エアーストでいいですね、エアーストでいい、エアースト、スバイト、ドリッド、はい、あ、終わりですか、はい、ちょっと待ってください。エアーストでいいです、エアーストでいきましょう。三段、エアースト3段で出てくるのが、さあレオ使い、レオ使いでもある、投げさんですね。ちょっとここら辺は対策にね、投げさんの試合はしっかり確認していきたいところですね。レオ自体を使っているということで、多分対処法もかなり参考になると思いますので、特にスレイは昇竜拳がありません。バックステップは優秀なんですけどもね、昇竜拳を使わないどういう風に対処していくかっていうのを見たいところなんでしょうね。ただなんかかなり野生の血を欲しているみたいですね、恐ろしいトゥーリオさんのチーム勝ちましたね。アダムかホークさん来てください。じゃあですね、書いてあげてください。トゥーリオさんのチーム勝ったんで、そこかな。でこれちょっと気にしてほしいんだよ、ね、アイゼンか、アイゼンストルム、昇竜拳なんですが、あちら飛んでる間カウンター判定じゃないみたいで、結構コンボ選択悩みますね。さあファイル打ってマイケー、マイケー変ですから、さあ画面端チャージを重ねて、チャージいいな、もうなんかめっちゃ頑張ってます。王様ちょっともう少しね落ち着いてほしいんですが、モーション一つ一つがちょっと慌てすぎです。よし、じゃあ呼べるところは2番が今やったんで、あ、いけるな。 B 番内、カリンチュさんのチーム、カリンチュさんのチームと、今勝ちました、ガクさんのチーム、ここガクさんのチームが負けると終わりで、カリンチュさんのチームが負けた場合の負けトーナメントあります。よろしくお願いします、頑張ってレオ、ツバイトは単発で出せるんですね。ツバイトが裏回るやつですね、これ。この裏回りは、投げるときないらしいんで、返していきたいところですね。3段目、ツバイトからのドリッド派生は、投げるときがあるみたいです。なるほどね。アイゼンシュトルムは覚えられそう。バーダがね、グラビエットバーダ。グラビエットバーナー、まあここはソニックブームでいいでしょう誰だ、うわ親方、スレイヤーといえば俺だよ、帰ってきたマイカナーを使って出陣いきなり押し込まれましたね今出陣した瞬間端っこいです、やばいですねまあこの画面中央が土俵と見立てた瞬間にもう負けて、押し出しで負けてるんですけどもね、このゲーム格闘ゲームなんで押し出しはありません。おーっとワヒャドスレイヤーがグイーンと画面端、
見えてますよ、見えてますよ。ただ、ハイは、ミニハイスラーがやっぱ長いですね。勝利権、総裁取るが、さあ、インマン、バースト使っていく、戻ってきたが、これ美味しい。立ち回りに戻れば、前回と変わらないはずなので、2ハイスラーが長くなったぐらいなんで、まあ、いけると思うんですけど、投げさん、ガード硬いですからね、どう崩していくか、あーっと、ここはダメ、マッパチョ、ぶっ込んでいく。ああ、第2ラウンド。さあ、三振。第一攻撃レベルが下がったということで、対局潰しに使える、おっと、美味しい。こっからのスプリットシェルが今回強いんです。中央でも重なります。画面端もう 50% 持ってる状態で下位にスプリットシェルぶち込まれたらセキュリティの位がそのまま入ってきますからね。減らねえ減らねえけど、まあ十分でしょう。ああ、持続当て、あれなんで、おお、足払い、あれいつレイとしゃがみくらいじゃないんですか。しゃがみくらいじゃなくなったのか。立ちくらい、あー、アイマンがビヨンだ。おい、アイマン頑張れ。さあ起きた、チャンス。ここはこれかなり美味しいです。あー、残らない。あれ、レイトがレイとしゃがみくらいじゃないみたいですね。はい、あと B 番台、カリンチさんのチーム、カリンチさんのチームと、トリオさんのチーム、カリンチさんのチームが負けた場合まだ試合があります。そうじゃない場合は、適当です。大丈夫だな。 DOT めっちゃ飛び気持ちいいな。 Here comes the daredevil. さて次は、まあ、ザビーさんがコンソメさんですよね。3分でこの見ろよ、平らにしてみよう、見せようか、トードローになってる。かっこよすぎる。さあ行きましょう、コンソメポチョロキン対投げスレイヤー。さあ投げていく、ポチョロキンバスターダメージ10上がったということで、まあかなりその10がチップとかにはかなりでかいですね。おっと、前ハイスラー、ジャンハイスラー、 2K から金 S、 すごい当たり方だ。さあクロスワイズ、金 S、 S ハイ、 2K の、ここら辺は変わりませんね。画面端付近はやっぱコンボがパイルバンカー絡みじゃないとあんま変わんないみたいですね。おっと、ここは多分レオでね、そういう行動してるらしいんで、かなりいやらしいですよ。まあ逆転するにはあれしかないということで、うまいこというフリフレームを利用して永遠の翼を吹っ飛ばしていきました。まあ、なかなかメインキャラクターだとできないタグっていうのサブキャラクターだからできるっていうのもありますね。それが強みでもあります。さあ直下から裏回ってすぐさま表、しかも補正が切れて 2K 金 S、 2K からの足払い、画面端踏み潰して、さあ展開が早い。こうなってくるとポチョムキンといえどもかなり厳しい。ネットアンデル、さあ中段から立ち系 P マッパフェイント、フェイントじゃない、マッパハンチを差し込んで強いですね。サンタで信念に裏打ちされた。2ハイスラーカウンターヒットの時のリターンは伸びてみたいですね。さあここで出てくるのが、ザディさんの信67戦65勝とかでやばいっすやばいっすよこれ。ただシーンはやられ判定がめちゃめちゃでかいんで、ステイヤーの前ハイスラーとか近い前に入られたら引っ掛かりまくりそうなんで、フォルトとかしっかり振っていかないときつそうですね。さあ減ってますねこれ。さあ食事の時間だ、ダメージ、エルグハントからこのビーグドラが飛び上がり、そしてこれが、バルチャーなんとかでテイクファンアタックですね、これがね。さあガードさん有利フレームの間にご飯を食べる、覚醒は肉は必要ありません。さあ早い、マジやばい、バルチャーなんちゃうかな、発見、これはもうやばい。でスレイヤー結局バックセットが強いんですけど、ビークドライバーなのかこの持続も結局長いんで、なかなかねうまくいかないですね。さあしかしここは一度攻め、
さあエルクぶっ込んで右からの画面足投げ返していくな、投げスレイヤー。さあここは勝利読んで落としていく。さあダソフがガードを2系からもう一度コンボ食らいました。必殺技必殺技と言ってビッグアタック。やっぱいいですね、シンは今回あのロマンキャンセルなど考えないで攻められるんで非常にいいですね。あの覚醒にゲージを割いているのでクールタイムが発生しません。そして必殺技から必殺技あのキャンセルで出せるのでかなりゲージ効率いいんじゃないかなと思いますね。エルク、ビーク、バッシュ、ブルバッシュか、ベルバッシュが中段ですね。マイピーからファイヤーク、ただ問題点としてはこのジャンディ高速集団ですね。ジャンプハイサラからビーク、ガードされてしまった場合ですね、必殺技連携で攻め込んでいくんですけども、その必殺技をガードされてゲージもない状態でカロリーゲージが、少なくなってしまうとかなりきつい。さあうまく差し込んでロマンキャンセル、これがいいですね。ロマキャン、黄色感覚で使えるんじゃないでしょうか。亀梨、ここにご飯食べて、黄色感覚捨てる。もう死にますね、これは。素晴らしい。超強いです。これがあの、ガムシャラにつくらしいんですが、ガムシャラすぎてね、面白いです。ホークベイカーだな。ホークベイカーが、ガチムチのホークさんじゃないんですが、昇竜拳です。ガチムチホークベイカーですね。覚えておきましょう。昇竜拳は、ガチムチホークベイカーでよろしくお願いいたします。ホークベイカー、ビークドライバー、ガムシャラについてみた、ダブルラッシュ、エルクハンド、帯上がり、育ち盛りだからバルチアシーズ。バルチアシーズが覚えづらいのと、ビッグマンアタックがボルテックデインですね。頑張って覚えましょう。全部必殺技なんでやばいっす。学さんに何度も言いました、熱帯でコンボ途中で俺のチップが死にました。まだなんか超頑張ってるのに 2、3発目ぐらいで死にました。今回かな新キャラクターも増えたということで、ね、バランス自体はよく見えますね。面白そう。さあ出てくるのはタカラッシュ、さあラグなしタカラッシュは恐ろしい画面端。さあここでホークメイカーをパイルバンカー打ち込んでいく。さあビーク、ホークメイカーからのエルクハントバーストガード。ここでですね、スリーは結構やられ判定が縦に薄いみたいなんで、そのなんだっけ、ビークドライバーのコンボ難しそうな雰囲気ありますね。さあビッグマンアタック早いんです。これもうあれなんですね、もう打った瞬間に目の前に出ているのでボルテックデイン、かなり厳しい。ビッグマンアタックって言っちゃいたいね。これ空中でも打てるんですよ。その姿はまさにギャリック砲でございます。さあエルカント、おっと噛みついてキーです。エンエス今回吸血の余力時間ちょっと伸びているということで、おっと美味しいフルコンボだ。ドン画面押し、まずはご飯食べて、ブルーバッシュ中段から KS 立ち配からかっこよく踊るようにコンボビーク飛び上がり、そしてもちろん空中ビッグアタックかっこいい。何俺と似たような技をつってカメハメハ打ち返してですね、さあ噛みついて噛みついて、俺も育ち盛りのこのジジイ、吸血でカロリーゲージは増えませんが、前線チャンハイスラが漏れてバックセキーのキャンセル。バックセップすごい強いんです。真のバックステップはチップと同じようなモーションなんですけど、バックステップ中はほとんど完全無敵のような感じですね。マジで強いんでぜひ使ってみてください。さあこれはコンソメさんのポチョムキンを倒してノリに乗ったところでしたが、ザディさんがすごい流れをね止めてきますね。バックステップはマジで強いんで本当に厳しいです。ただ新キャラクターは一日起き上がりがもう遅くなってるんでね、負担通りの重ねをすると重ならないっていうのも最初は強いかもしれませんね。さあそして出てくるのはエンさんですかね。さて長谷さんを大将に置いてというかですね、まずはファイルバンカー帰ってきたエンスレイヤー。さあこれがバルチャーシリーズですね。これで多分投げ暴れを買っていた感じですね。面白い使い方ですね。でこれ PS プラスカラーなんですよ。めっちゃかっこいいですね。やっぱサビーグ吹っ飛ばして画面足。さあここは暴れ潰し確認してブルバッシュからビーグ跳ね上がり飛び上がりからあとはもうかっこよく決めるだけ。立ち合いすらエリアルコンボへかっこいい。シーンは本当に火力のお化けですね。すごい。さあエルク、エルク先端がいい感じですね。そしてビークドライバー、
で割り込みたいんですけども、その後のブルバッシュが来たりとか飛び上がりなどが来るので、あの直下下からこう行って何かが確定とかいうのはね難しいですよね。さあここは上り中段から画面足吹っ飛ばして立ち合いすら漏れているが、ジャンプハイスラ自体はジャンプハイスラから着地攻撃につながるのがすごい難しいみたいなんですが、引き寄せ効果があるみたいですね。さあここでホークベイカーを回避、昇竜読みならゲームね変わりませんから問題ありません。地上上げ、さあジャンプ D からエルク、ビーク、エルク、さあそしてビークドライバー貯めて、ここで食べたところにカウンターヒット。さあここはちょっと立ち回りで黄色キャンセルを駆使していきますが、エンスレイヤーから逃げられず最終ラウンド。さあジャンプハイスラから暴れ潰しのホーク、そしてエルクハントとキャンセルできるので強いですね。もう本当に展開が止まりませんが、今かなりカロリーゲージがもう少ないので厳しいです。ここ攻めるしかないですね。しかしここはデッドアングルで安全に回復、まあ、こうやってみるとやはりロマキャンを使わないという意味ではね、本当に安全にデッドアングルなどでいけるので、ゲージがモリモリ溜まりますね本当に。さあ中段ブルバッシュ中段です。そしてスカシグダーンからのこれどうなんだ、まあ、残りそうだが、いや攻め固め継続、ビークはもう出ている、走ってジャンプハイザラ引き寄せからの、これジャンプハイザラ判定が強くて引き寄せがこういう風になるんで、判定が広くてですね、今投げミスってしまったんですが、3打目が当たってこっちに来てそこを投げるという、もうかなりやり込んでいましたね。さあそして出てくるのはハセスレイヤー大将ですね。新キャラ多分なんですけど、ソルは多分かなりきついと思います。ヨリフェルトとかは本当にソルきついんじゃないかな。シンもちょっと分かんないですけど、俺はガクさんとやった時に、あこれならチップ使おうかなってなりました。本当にちょっとソルは新キャラクターは結構きついかもしれませんね。ちょっとこれからの対策に期待ではあります。さあ出てくるのはハセスレイヤー、レオはいけるのかもしれませんね。さあハセさんはですね、もうすでにコンボかなり伸びているということで、まあ、ハセさんのコンボをお気に入りに入れてる、スレイヤー使いの方も多いと思いますが、さあ投げて立ち合いすらからの足張りでしょうか、足張りじゃないや、立ち合い前へか、ピーク食べて黄色昇竜拳強い、これ見てからですね。あー強いぞ、チップじゃないぞ、ガメアジ。さあしかしうまい、ここはジャンプハイスラー、一本選手はハセスレイヤー大将粘ります。さあ続いてビーク飛び上がり、まあ、そういう意味でもね今回のチーム戦がマジで面白いんじゃないかなと思いますね。さあマイハイスラーからホーク拾っていく、エルクから拾っていきますが、ニックゲージはここで回復です。回復ね、必殺技なんでね、ご飯も食べれるんですね、キャンセルで。キャンセルご飯減るぞ、スレイヤーだけじゃない、エースビーク飲んで、これちょっときつい、安全に切り返すにはデッドアングルもしくは覚醒を使うしかありません。もうカロリーゲージがない、使っていく、 50% 残ってビッグアタック。さあ強いぞ、相手を動かす技としてはねかなり強い。さあマッパチ画面足強気にゴリゴリ押していく、マイピーバイク端エルク、ここは捉えたクロスファイズ、立ち系から前に出てトビは端ジャンプ、バックセからエルクを前系、しかしホーク打ち込んでいく、展開が早いんですけどもしっかり打ってきましたね。もしかしたらエルクに仕込んでいたのかもしれませんが、それでもかなりうまい。さあ大将4盾なるか、それとも止められるか。さあビーク、俺最初これナメプレイかなと思ったんですが、最大タイムめっちゃ増えるんですね、知らずに転移したらチップが死にました。ゴゴゴゴゴゴゴとか言ってる。さあナスピーからキース、エンス、ここでバスをビーク飛ばして、さあこれまずい、ブルマッシュを避けていく、あれめちゃめちゃ長いんでね、皆さん気をつけてくださいね。中断です。さあ落としてコンボは何でも入りそうだ、シーンここでホーク、さあお互いにゲージ 50% どう使っていくか、足払い直下、ここはキャンセル、ビークドライバー勝ったな、ザディシーン強すぎる。
これが人類ってやつ。人類もかけねえから人類とかね、かっこよすぎますね。火力やばいっす。あと多分新キャラクター全員やるんですが、展開が早いですね本当にね。どこでご飯食べるかっていうと、さあスレイヤー5負けトーナメント行きとなります。